パターのグリップっていうのは本当皆さんがテレビ見てもらっても本当にプロでもいろんなグリップの仕方があります。プロたちが採用しているグリップを見ていくと共通点がありまして、クロスハンドなんかも左手が下になりますから左手もリリースがしやすいんですね。だからグリップの定義っていうのは結構どんなグリップでもこういうグリップでもいいんですけど、プロたちが採用しているグリップを見てもらうとほとんど自分の中ではまっすぐ使ってもフェースがちゃんとローテーションが起きるグリップ、ショットと同じ感じか、またはグリップをちょっと重ねてこうとか、結構グリップっていうのは自由度が高いですけどローテーションが起きやすいようなグリップを採用してもらうのが一番いいと思います。